印字をした連続帳表を一枚だけ切り離した連続帳表連続帳表とはコンピュータのプリンターで使われる連続した専用の用紙の一つである。一般的には LP 用紙、連続用紙、フォーム用紙、ファンフォールド紙などとも呼ばれている。またレーザープリンターの連続帳表はニップ紙とも呼ばれている。読んで字のごとく連続した用紙が続いているものであり。 切断が可能なミシン目を折り目として折りたたまれている。両サイドにスプロケットホールと呼ばれる穴が等間隔に開いており、プリンターのトラクターフィーダーに噛み合わせて8日見送りをする。流通単位は箱である。ラインプリンタ、シリアルプリンタなどで利用されてきたが、現在は主に高速のレーザープリンター等で使用されている。メインフレームに接続される一部の 高速印刷プリンターで使用され、定期的に送られる明細書など多量印刷が行われた。このほか、副写用紙ができるため、運送会社の伝票など現在でも用途は広い。一般的には、インチ単位でサイズが決まっているが、一定の大きさに裁断する装置もあり、A4 版用紙などを扱えるものも存在する。従来、LP 用紙と呼ばれていたものは、 ラインプリンターが高速のレーザープリンターに置き換わっていったためあまり使用されなくなった。連続帳表に対して切り離されている用紙を単表と呼ぶ。ありがとうございます。